14日の朝、めっちゃいい天気です。朝7時、うわめっちゃいい。こんな日に登りたいね。あれです、今回行く超お湯まだ 3000m あります。ここ 5000 ぐらいなんですけどね、4900。うくしょー、めっちゃいい天気。ベースキャンプ、うわいいやこれ。気がいいって素晴らしいな。それだけでちょっとなんかこう気分がいいです。今日は5700m ぐらいまで順応に行きます。ゆっくり、高所はゆっくりゆっくり。キャンプ2、あそこから上か、結構長いんだ。長いっすね。その上のロックバンド、え長いな。ロックバンド、長いっすね。そこがキャンプ3。えロックバンド、キャンプ2、キャンプ3で近いんだよ。あれキャンプ2、キャンプ3か。ロックバンドの下がキャンプ3。あ結構斜面あるね。それ2時間で行っちゃうよ。キャンプ2がどこでしたっけ。キャンプ2の一番右の、こういう風になってるところなんですよ、こういう風に、あそこなだらかなところ、ちょっと下、あで、3が3がその上のロックバンドって言って、の黒いところじゃないですか。あこう向こうに回り込むところのなんか黒いところ、あ、結構上の方、いや、下2回、2個黒木棚あるじゃないですか、その2つ目の下だと思う。あそこか、結構急っすね。ね、結構急じゃないですか。キャンプ3でもっと上かな。1段、ロックバンド2つあるじゃん、うん、この上と下の間かもしれない。あまあでも結構上っすね。ロックバンド上がったところの辺なんだ、結構急だ。斜面あるね、3。ほんとだ、結構急だ。そっから上はきついよ、結構、うん、確かに。いや、もっと手前だね。直通しないんでしょ。こう回ってくんでしょ。手前、右の稜線から1個、2個目のロックバンドに影になってるじゃないですか、ずっと。じゃあ影が一番切れたところのでかい斜面あるでしょ。あれは初頭ルートで、昔ラッセルと言った時からそう言って、マジこっちからこう回り込んだ。そうすると傾斜が全部緩いんで、左から、そう、左から。そうするとね、ロックバンドの渋滞もないんだけど、でもまあどっちにルートあるかわかんないね。両方あってくれるんですね、うん、それは初頭ルートなんで。ああ、なるほどね、行きと帰りね。じゃあ ATC 使うじゃん。